はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションシェイカー編。今回からシリーズで、シェイカーという楽器の演奏方法の解説、レッスンを動画で配信していきますで。全部で大体ですね、10本ぐらいの動画のシリーズを予定しているんですけれども、まあ、順番に見ていっていただくと、完全に初心者の状態から始めて、最終的にはですね、もうプロの演奏家と同等のレベルまでレベルアップできる。例えばライブとか、セッションとか、あるいはカラオケとかでもですね、シェイカーを自由自在に 振ることができるっていうような個性になっておりますでまあプロレベルまで <laughs> 求めてないよという方でもですねとりあえず簡単に、えー、振れるようになりたいという方でも必要に応じて情報を活用していただければいいなと思っておりますはいでは早速初回第0回の今回はシェイカーの種類と音色について解説していきます今ここにいくつかシェイカー並べてみたんですけれどもご覧の通りですねシェイカーと一口に言ってもいろんな大きさサイズの違いがありますとでこの作ってある材質も それぞれ違うんですね。で、これによって何が変わってくるかというと、まず音が変わってきます。シャカシャカなのか、ジャカジャカなのか、ザクザクなのかですね。その出る音が変わってくるんですね。あとは演奏のしやすさ、振りやすさっていうのも変わってきますし、まあもうちょっと深いところ行くとですね、やる音楽、どういった音楽と相性がいいのか、どんな音楽になじむのかっていうところもで,ですね、変わってきますので、これからシェイカー始めようという方はですね、まあこういう 違いがあるんだっていうことですね。知っていただいて、自分に合ったシェイカー、あるいはやる音楽に合ったシェイカーっていうのを選んでいただければいいなと思います。はい。ではまずは基本的なところからいきますと、シェイカーっていうのはですね、こういう密閉された容器の中に、つぶつぶとした材質のものが入っている楽器になります。で、この中に入っているのは砂のようなものだったり、鉛玉のようなものだったり、プラスチックのビーズのようなものだったりします。 で、中に何がどれぐらい入ってるかによって、この、音の感じっていうのが変わってきます。で、この容器を振ったり、このボディにですね、この中身を当てたりすることによって音を鳴らします。こういう感じです。 すごくざっくり言うと、このシェーカーの大きさが小さければ小さいほど音量、音が小さくなりますし、大きければ大きいほど音が大きくなります。まあこれはですね、イメージ通りだと思うんですけれども、基本的にはこう、サイズが大きくなるほど中のつぶつぶの量がですね、増えますので音量も大きくなります。続いてシェーカーの材質についてです。この外側のボディの材質ですね。一般的なもの3種類ありまして、木のシェーカーとプラスティックのシェーカーと金属。 のシェイカーの3種類があります。これもなんとなくですね、イメージできるかなと思うんですけども、例えば木のシェイカーは比較的こう、音がマイルドな感じで、プラスチックになると、こう、ザクザクですね、音が立ち上がってくる。で、金属になるとですね、こう、こう、チャキチャキと、え、音がハードな感じになってきます。 はい。では、ここからは僕が所有しているシェーカーを一通り振っていきますので、あ、こういう音の違いがあるんだっていうのをですね、確認していただければと思います。まずはですね、こちら。このちっこいやつ。これ、エッグシェーカーと言いまして、まあ、卵型のシェーカーなんですね。すごく小ぶりで振りやすい。まあ、音量は小さいんですけども、非常に扱いがしやすい。 完全に初心者の方で、とりあえずなんか、シェイカー振りたいなという方ですね、エッグシェイカーで十分だと思います。値段も安くて手に入りやすいので。で、音量がちょっと弱いので、音量が足りないという場合ですね、こういう2個とか3個合わせて持って、まあ、こういう風うに振ればですね、十分に使えます。これはエッグシェイカーというシェイカー。えー、続きまして、木のシェイカーですね。 これは中身の粒ぶが結構大きめのビーズが入っているので、こう、木のシェーカーなんですけれども、割とはっきりと、パッキリとした音なんですけれども、中の粒ぶが細かくなると、こういう風うなサウンドになります。こうした木のシェーカー、ウッドシェーカーは音がマイルドで優しい感じなので、 まあどんな音楽ジャンルでもですね、割と合わせられるんですけども、特にアコースティック、アコースティックギターとか、生のピアノとかに合わせやすいんじゃないかと思います。ただこの中のつぶつぶがですね、小さい、優しい感じだと、あんまりリズムが出ないっていうかですね、優しすぎて存在感が出せないので、はっきりとリズムを出したい場合は、 まあこのシェーカーのように中のつぶつぶの材質がですね、ちょっと大きめのものを選ぶといいんじゃないかと思います。では続きまして、プラスティックの材質のシェーカーです。プラスティックはこんな感じ。はい。さっきの木のシェーカーに比べて音の立ち上がりがですね、だいぶはっきりしてる。ハードな感じですし、音量も 結構ありますんで、ドラムベースがいるですね、いわゆるバンド編成の中でも、振ったらしっかりと音が抜けるシェイカーになります。この材質がプラスチックでも、中のですね、粒々が小さい細かいものだと、こういうふうにかなりマイルドなものもありますので、これは中身の材質によっても音がかなり変わるということを覚えておいてください。で、形状についてなんですけれども、例えばこのシェイカーみたいにですね、こう、 かなり手に馴染むサイズで作ってあって、こう、持ちやすさとかもですね、考えられてあるシェイカーもあれば、もうそんなことは気にせずですね、この手に対してちょっと大きめの、ただこの筒に粒々を入れただけみたいなシェイカーもありまして、これも材質はプラスチックなんですけども、まあこういうシェイカーもありますと。サイズが大きければ大きいほど、やっぱりこの、 中のつぶつぶのコントロールをするのは難しくなります。ですがですね、まあ、その分ですね、こう。こう、慣れてくると、いろいろな表現っていうのをよりできるようになりますので、まあ、大きければ大きいほど難しいんだけど、まあ、その分、いろいろなことができるというふうにも覚えておいてください。まあ、中級者以上向けっていう感じですね。 はい。では最後に金属の材質のシェーカーを振ってみたいと思います。まあ、これシェーカーだったり、まあ、こんな感じのシェーカーがありますと。音の感じがですね、かなりチャキチャキと、はっきりとしていて、抜けやすい。 え、音色なので、まあ、あバンドのサウンドの中とか、あるいはですね、例えばもうサンバの、えー、バンド、ラテン系のバンドなんかでもですね、しっかりと音が抜けるようなシェイカーです。はい、ざっくりまとめますと、木のシェイカー、ウッドシェイカーはアコースティックだったり、比較的音量が小さめの音楽、優しい感じの音楽に向いていると。で、プラスティックのシェイカーはバンドサウンド、バンドの中で演奏するような時に向いていますと。で、金属のシェイカーはバンドの中、 でも特に音量が大きいバンドだったり、ラテン系のバンド、音が派手なバンドに向いています。で、とりあえず何かシェイカー振るのを始めたいという方はですね、こういう小ぶりなエッグシェイカーが向いています。で、これからシェイカーを購入しようと考えている方はですね、できれば楽器屋さん、お店に行っていろいろ振り比べてみて、音の違いを確認して購入するっていうのがいいと思うんですけども、それができない場合はですね、例えば YouTube でシェイカースペース、メーカーの名前、 で、検索しますとですね、そのメーカーが出しているシェーカーを振っている映像を見ることができるし、音を聞くことができると思います。で、僕もですね、所有しているシェーカーに関してはいろんなサウンドサンプル、サウンドチェックした動画っていうのを上げていますので、まあ、そういうのを見てですね、選ぶ参考にしてみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。このシェーカー編の次回からはですね、いよいよ具体的な振り方、演奏方法の仕方を解説していきますので、お楽しみに。 はい。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションのレッスンや情報などいろいろ発信してますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。